ガーディアンの剣、かつてホルスが瀬戸を倒した剣さ。だから瀬戸の信者ケンジットが狙っているんだ。ケンジット、君の敵なのか。オシリスの神殿が奴に攻略されてね。神殿のガーディアンは眠っている。でもこのガーディアンの剣を返せば目覚めさせることができるんだ。神は我々に微笑んだようだな。この近くの村は暗黒神セトを信仰している。近隣の村人を奴隷にして木を掘らせているんだ。どうも皆さん、こんにちは、マハクです。エイジオブミソロジー続きをプレイしていきます。さあ、ガーディアンを蘇らせるんです。最強ユニットの一人。さあ、囚われた人々をまずは救う。よいしょ、 OK。 おい、ガーディアンの剣を持ったやつがそんなに前に出てどうするんだ、バカ野郎。 OK。 あ、これも破壊すんの。いっぱい来たね。オッケーオッケー。やっと出られた。村まで送ってもらえるか。できるだけのことはさせてもらうよ。了解です。少なくとも5人の村人を連れていかないといけない。できればここで金を掘らせておきたいんだけど、そういうわけにはいかんのか。ここね。住民は住民で。よし、行きますか。おお、すごい建物が。まあ、普通の戦いでこの建物を建てるとね、あの時間が経つと勝手に勝利になります。ラーの暗黒十字、神話ユニットに強くダメージを与え、神話ユニットに強くダメージを受けても自動的にヒットポイント。ほう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 、自己回復からね。なるほど。おっと、ミラ。まだ来てんのか。オーケー。おおおおおおお。この先、ああ、ワニだな。操られているワニ。確か瀬戸にその動物を操るゴッドパワーがあったはず。確か。オッケー、住民連れて帰ってきたよ。ここで兵力を高めてガーディアンに剣を返すわけか。さあ、連れて帰ってきたやったぜ。見て、仲間が戻ってきた。苦しゅうない。感謝する見知らぬ者よ。ケンジットに我が町を乗っ取られた。聖なるガーディアンの町を我々も一緒に戦おう。ありがたき。
おお、いっぱいくれたね、資源。エンティオ、やつらが戻る前に眠れるガーディアンのもとへ剣を届けるのだ。了解だ。ガーディアン、いたね、眠れるガーディアン、攻撃力2000。これはマジでやばいからね。もう一般兵士がもう1000人たまろうと絶対に倒せない。マジで？食料がないからですね、まあ、前回説明にあった通りにこうやってこうすることで資源が早くたまるというわけですよ。あー、そういやこういう感じだったな。確かこのまま行っても行けたはずなんだよな。このまま行こうか。このまま行ってガーディアンに剣を持たせる。懐かしいな。確か下からの方が良かったような気がする。どっちでもしようか。恵みの雨は今は特に、まあいいや、せっかくだ。ちょいキビだな。無理だ、引こう。もうカタパルト、お前もう盾になれ。とりあえず時代、俺はこっちだ。ちょっと先走りすぎたな。ありゃ、ヒーローがやられた。ありゃ、アイアスじゃないわ、アーカントス。お前どっから来た？すげえ偵察してるんだけど。OK、時代進化しました。んーで、OK。食料が全然ないんだよな。よし。OK。ちょっと食料ガンガン貯めていこう。今のうちに。まだここまでは来てないんだな。まだこの辺でとどまってる感じか。あ、次の時代も行けるのか。
このエジプトに関してはこの家とか工場がただで作れますからね。これは唯一ありがたいところ。さあ木がちょっと厳しくなってきたような。喧嘩次の護衛にもっと兵力が必要だ。存じ上げております。食料だな。でも一応12人働かしてるから。オッケーオッケー、いいよ。まあ時期に溜まってくると思うんだけどね。よし、800まで溜まったらとりあえずちょっと次の時代に進化させよう。OK。 もうちょいだ。さあ頑張って資源を回収してってくれ。いける。大要塞、そうだな、これはちょっと地味に迷うところなんだよね。イナゴの群れ大群は確かその作成の時間を、あ、畑か、襲わせて資源の収穫を妨害する的なやつで、大要塞は中心が、まあ、要塞化するみたいな。もうこっちでいっか。神話ユニットのスカラベも個人的に好きだし。まあ、でっかいカブトムシなんだけどね。おっと、ちょっと来てるね。さあ次の中心が、町の中心がちょっと狙われていきますな。なんか倒れてる。最終進化まで行きますか。オッケー。んで市場作って金で食料を買って一気に進化といきますか。大要塞人口も上げるか。早く作るんです。買う買う買う。 OK。 あ、最終時代いけないの今回。なんじゃそりゃ。まあいい、とりあえずガンガンバージョンアップしていきますか。金と食料、うん、金ですね。よし、ここで住民がっつり増やして、
in which スカラベ個人的に好きな神話ユニットの一つ in which you are air happy you refer in which row in yawet OK できたね。In wedge. Gereg. あ、カタパルトこっちだ。Throw in yawit. In a gereg. よしよし。In wedge.Throw in your wit. In it, erect, bear. In wedge. In wedge. ああまだ来てないな。でもここまでも壊されてるから、多分時間の問題なんだよな。よし。あれ、ラーってカタパルト作れなかったっけ？ああ、今回は作れないのか。工場棟しか作れない。スカラベ作ります。お、ゾウさんもできてる。いいね。チャリオットアーチャーも個人的に好きだな。作るの早いし、射程距離が確か長かったはず。できた、スカラベ。なんか久しぶりに見たな。なんかすごい動きが可愛いもんな。癒されるわ。でも実際にこんなでっかいのいたらちょっとドン引きだけど。In wedge. さあて、それじゃあそろそろですな。一回がっつり攻めちゃいますか。In a jerek. 一番舞台として。すぐに増援送れるように、ある程度作っとこう。In a jerek.まず壁破壊する。 OK OK 来たね。次の町が襲われてる。やべ、なんかウォークラフトの最終決戦みたいだな。世界中の木を狙うアーキーモンドを止めるみたいな。オッケー破壊。もうこれで どうだ。とりあえずガーディアンに剣さえ持たせたらもうこっちのもんなんだよ。OKOK 壊せ壊せ。要塞を破壊しろ。やばい、カタパルトがすげえ狙われてる。ダメだ、やっぱすげえ数いるな。やべえな。
でも要塞壊せただけでもだいぶマシか。一旦引きましょう。あーダメだな、英雄が4人ともやられた。起こしに行こうか。起きた？寝てる暇はないぞ。オッケー、全員生還。体力やべえけどな。よし。もう BGM が激しいままなんだが、この辺だろうな。待て待て、ゾウさんバージョンアップ。もうちょい作っとくか。まあいっか。もういけそうだけどな。これでいくか。いるね。OK。よしよし、さあやり返しに来たぜ。工場よし、がっつり攻撃力上げたぞ。ガーディアンの剣、壊せ壊せ。オッケー、壊れた。守れ守れ、いけるねこれ。喧嘩つき、さあガーディアンに剣を捧げるのだ。これで我らの勝利。もうこのマップ上にガーディアンを止めれるユニットは一匹もいなくなるわけだ。ちょっとオッケー、はい目覚めた、最強。もう建物一撃ですからねこれもう
チートレベルで強いからな。オッケーオッケー。さあで出迎えますか。扉を破壊してたった2撃。さあお前たちの相手はこの私だ。おうおお、無視するか。なんかすげえ無視されてるんだけど、ガーディアンが。さあ暴れろガーディアン。あ、ここ使えないのか。さあ夜の戦い。さあ一掃しろ。やばいね。もう剣振りかぶってるから範囲攻撃になるんだよねこれ。いいね。ガーディアンの勢いが止まらない。1しかダメージ受けてないっていうね。いやもうガーディアンいたら勝てるでしょう。余裕勝ち。というわけで今回はこの辺で終了したいと思います。次回もご視聴よろしくお願いいたします。それではさよなら。